はい、こんにちは、まめと申します。スーパースクーバー RPG 実況プレイ続きからやっていきたいと思います。前回はもう坂瀬のこうちゃんと出会いまして、もうこの世界にもいるんですね。もうめちゃくちゃ可愛かった、もう大好き顔がはい、そいでもってね、とうとう翔平さんの城までやってきました。城にはやってきたんですが、何もなかったんですがね、しんちゃんがここに魔法陣があるの見つけましたよ。そんでもって、じゃあ多分全キャラと話しかけてから魔法陣の中に入りましょうかね。ということで、じゃあみんなに話しかけましょう。とケンジ、その翔平ってやつは俺たちにも用があるみたいだしな。前回はお会いできなかった分、今回はみっちりお話ししてやらねえとな。あ、みっちりじゃない、きっちりそっかそっか、海賊組はなんか外に追い出されましたもんね。そうだったそうだった。催眠なんか使いやがって、翔平の手口は男らしくねえんだよな。年上なのにもったいないぜ純ちゃん、年上好きの純ちゃんのレーダーがビンビン丸に反応してる。はい、もったいねえとな。そしてもう可愛いす、ゆきしろ行きます。あの魔法陣はどんな場所に繋がっているのか、楽しみだね、キュービー。ああ。あんまり楽しみじゃなさそう、お顔が。どうなんでしょうかね。キュービーちゃんは全部知ってそうですもんね。全部吐き上がれ。はい。皆さんの平和な生活を脅かすのが悪いことなんて、子供でもわかります。それがわからない大人には、僕が説教してありますよ。かわいい、シロちゃん、説教してして。はーい。で、ゆうひかちゃん、ゆうひかちゃんって。その黒幕ってのが、どんだけ強いか知らないけど、こんな、なんだろう、そうそうたるメンバー相手できんの？俺たちにかかれば余裕っしょ。人数が人数ですからね。数の暴力でございますね、これは。はい。お前は強い。仲間も強い。だから大丈夫だ。ゆうすけちゃまがもうめちゃくちゃ先輩してる。かっこいいぞ。はい。いいですね。なんか団結感がありますね。団結してきましたね。はい。リクスギーと。僕ならできる。僕ならできる。なんか緊張してきました。ステージに立つ前もそんな感じなのかな。久男ちゃま可愛いぞ。はい、そしてココちゃんは、世界が笑顔で満ち溢れるよ。いつやってやりますか。勇者、もう第二の勇者ココちゃん。はい、そんでもって忍者組、君に助けてもらった恩をやっと返せる時が来たな。全力でサポートさせてもらうよ。お願いします、なおちゃん。はい、そしてたっちゃん、ちょっと今顎関節症でめちゃくちゃ顎が痛い。久しぶりに、いてててて。て困ったことがあれば何なりとできる範囲でお助けします。忍者っぽい。サポートの達人たっちゃんとな。ありがとうございます、心強いでございます。そしてイトキム、俺たちを拉致ってあんな目に合わせてくれた落とし前、つけさせてもらうぜ。待ってろよ、悪党やろうと。はい、そうですよね。一時期牢屋にね、捕まりましたからね。はい。楽しんでやがってましたけどね、カノンちゃまのおもちゃ部屋で。そこは関係ないか。はい、ケイちゃん。たっく、こんな、大層な入り口をわざわざ作って、新拠点を設ける暇があんなら、もっと世の中の役に立つことしろよな。今日も神マクリスティごめんね。はい、そうですねどこに行ったんだろうね、どこにいるんだろうね本当は。はい、あいつにしつこくつきまとわれるのも尺だし、ただボコボコにするだけじゃなくて話ぐらい聞いてよっかと。優スウィーティーじゃないですか、さっき。まあでもなんでこんなことをしてるのかっていうのはちょっと気になりますよね。はい、月空と、根拠を解決し、世界に平和が訪れますように。できれば根拠でも不要な戦いは避けたいな。もう、天使すぎるよ、空キュー。洗脳されてたのに、一時期。優スウィーティーだわ、本当に。月。ありきるのもいいが、俺たちの任務はあくまで、あの男を捕獲し、真の目的を知ることだ。
熱くなりすぎないようにしよう。そうだね、そうだよ、倒すんじゃなくて捕獲するんだもんね。そして話を聞いて回ろうってな。はい。気合入るんはええけど、ちょっと力みすぎとちゃう？でも今スリップトークなんて披露したら貧粛もんやろうな。披露してもええんやで。私とても気になっちゃう、サブちゃんのスリップトーク。何するの？布団が吹っ飛んだでも言う？はーい。はーい。ということで、しんちゃん。ふむふむ。ここで転送魔法を返してたから、オイラの占いでもここまでしか見えなかったわけだ。この先はガチで未知なる世界だぬ。なるほど。ここから先はしんちゃんでも占えない世界だったんですね。しんちゃんが知らない未来の世界、見ていきましょうかね。はい。それでもって、キヨちゃん。皆さんの足を引っ張らず、むしろお役に立てるよう頑張ります。キヨちゃんなら引っ張ったり絶対しない。とても心強いでございますよ。はい。忍に指導してもらってましたからね。そして、もう、最近、可愛くてたまらない、愛しいカノンちゃま。まったく、面倒な仕事を押し付けられたもんだよね。これで特別手当が出なかったら、マジで城を訴えてやるし。相変わらず変わらないカノンちゃま、かわいいぞ。はい。そして、ラブラブ。塩かけが出てこなかった。はい。今のチームワークなら、きっと成功するさ。自分に自信がなくても、みんなが何とかしてくれるって信じれば、勇気が湧いてくるぞ。そうですね。こんなにいっぱいね、メンバーがいるんでね、心強い限りでございますよ。みんな一緒なら、どんな場所、どんな相手でも大丈夫だよ。僕も微力ながら、お力添えするね。もう、花の妖精、花の妖精はいるだけで、ヒール効果バリバリあるんで、はい。ということで、ツバキュン。魔法陣で飛ぶ先はどんなところなのでしょうか。翔平さんもそんなに危ない場所をお家にはしませんよね。どうでしょうかね。何が待ち受けてるかわかりませんよ。はい。翔平の言っていた言葉の意味、確かめに行こう。君たちの記憶、どういうことなんでしょうかね。記憶が欲しいとな。では行きます。レッツゴー。ごめんなさい、レッツゴーとか言いながらむせた。転送魔法の陣を使いますか？はい、使います。今度こそレッツゴー。どこに飛ぶんだろう。あ、そうそうそう、あ、これこれ、ゲーム紹介の時にある、ゲーム紹介のイラストじゃないですか。このイラストだったんですね。めっちゃ素敵。そして音楽がめっちゃかっこいい。わあ、どうなってるの？ここはどこ？私は誰？あなたは友。ここはちぎれた世界。慎太郎、これはどういうこと？多分特定の使用者以外は素直に転送しないような妨害魔法が重ねがけされていたと思われます。俺らは罠にはまってもうたんか。このままジ・エンドじゃ、今後の展開に期待してる皆さんが納得せえへんで。それなら、おのおの近くの者と手を取れ。決して一人の者を出すな。そうだな。うまくやれば一つに固まって同じ場所に転送される。ダメ、一つにはなれなさそう。でもみんなそれぞれ何人かのグループにはできたみたい。皆さん、どうかご無事で、後ほど必ず交流しましょう。わーって落ちてってるんですね。いやー、熱い展開でございますわ。じゃあ、何チームかに分かれるんですね。今回は、ともくんが必須なんですね。なるほどな。ちょっとじゃあ、レベル、ともくんと一緒に行くのは、レベル低めな子をちょっと連れて行っときましょうかね。じゃあ、ともつばはちょっとね、別れさしとって、行きましょうかね。ごめんなさい。そんでもって、愛しの、待って、愛しの死ぬ前、いないから、どうしようかな。じゃあちょっと、お気に入りの、ゆきおちゃん入れまして、
どうしようかな。お気に入りの金沢教授ちょっと好きなメンバーで選びすぎ。はい、今回はこのメンバーでちょっと行かせていただきたいと思います。ともきゅん、しんちゃん、サブちゃん、そして使ったことがないたけちゃんでございますね。そんでもってちょっと後ろはですね、あの一番レベルの低いあのケンジ、じゅんたん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 、いいですね、じゅんたんにいつきさん、けいちゃんで行きたいと思います。もう相変わらずすげえ髪型するな。はい、このパーティーでよろしいでございます。はい、っていうことはもしかしたらともくん組、しのぶ組、翼組って分かれてるのかな、いなかった人を見ると。はい、なんとか無事に転送されたみたいだね。ここでじっとしていても仕方ない。とにかく進んで他のグループと合流しよう。はい、そういうことですね。そう、ちぎれた世界、あの前回ね、あのセーブするときに見たときにちぎれた世界って書いてたんでね。はーい、なんかパーツを集めることによって元の世界に戻ってしまう的な、そんな感じなのでしょうか。はい、スピードアップありがとうございます。そうだね、もう最後の方だからさ、アイテム使っとっていいような気もしますよね。でも誰に使うかすごい迷っちゃうんだよなで結局ね、こうやってね手に持ったまんまになっちゃうんですよね。うわー、なんだー、デスサックルとな、死神っぽいのが出てきやがりましたよ。そんでもって、でもともくんいると絶対一発で倒してしまわないかな。ともくんの攻撃を一発耐えられるかな。やってしまえ、とも対戦。あ、強い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 、耐えられるわ、全然余裕で。じゃあサブちゃんは何がいいかな。ウィンドカッターがいいかな。あ、でも待って、全体ってさ、アクセルダンス以外ないのかな。あ、闇討ちいいのあるじゃないですか、サブちゃんも。はい、あ、待って、私キヨちゃんの、そういえば、あ、こいつ闇属性だごめん、そうだよね、属性考えてなかった。キヨちゃんのさ、防具全然見てなかった、装備品ごめん、そのままだわ。とりあえずまあ扇の舞が安心でしょう安心と安全の扇の舞とな。はい、安定感抜群でございます。乱れ目って、そうだ、カイニー様が使ってた技じゃないですか。たぎっちゃうよ、カイニーさんを思い出しまして。そんでもってトモキュンの、そうだ、これもあるんだよ、バイブボルトって全然使ってなかったですよね。はーい、いけー、トモキュン、あ、こっちの方が全体だからいいのかな、あの2体以上いるときは。なるほどですね、あれは3体ランダムですもんね。はい、じゃあバイブボルト2体以上出てきたときは使って、1体いるときはです。誰、しんちゃん、あ、ダメ、あ、オッケードキッとしたじゃない、恋かなとな。はい、あ、そうだ、光のタリスマン今ともくんにつけてないから、ともくんにつけてないからガンガン魔法打てない。ちょっと待って、うー、跳ね返ってくるし、ちょっと装備品見ましょう。じゅんちゃんレベル上がった、いつきさんレベル上がった、あ、周期砲って書いてたかな。そしてけいちゃんはクラスターレイド、なんかアイドルっぽい、なんかアイドル感満載の技名でしたね、けいちゃん。クラスターレイド、敵全体に光属性の中ダメージを与える、さらにライネスバードの上位互換が、はい、覚えましたね。それでもっていつきさんは、うん、周期砲、これなんかツッキーかなんか誰か覚えてましたよね。はい、状態異常、回復と HP 回復ですね。 OK、 あ、そう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 、そんでもって装備品を見たかったんですよ。ともくん、あのハッピーパンツの上にパワースピード履かせてる、なんてことしてるんですか、過去の私、本当に。あの光のタリスマンを外した時にパンツを多分履かせたんですね完全に。即死回避どうしようかな、 MP 回復があった方が嬉しいんですけど、あ、これいいですね、精霊の指輪、これにしとこうかな。命中率、やっぱね MP 回復してほしいので精霊の指輪にしとこうかな。他良さげなのは MP、 あ、アレキサンドライトもいいなぁ化け物強くなるじゃん、これにしよう。
アレキサンドライトにしよう。オッケー。でもってキヨちゃんですね。間違えた。あ、そっか、人数多いからこうやってやった方がいいな。キヨちゃんはボクシンググローブ。あー、ポイズンソードしかないか。忍のお下がりでございますね。そんでもって毛皮の帽子の方が、あ、違う、こっちの方がいいですね。そんでもって、そういえばそう、セーラー服をね、手に入れたんですよね。いや、これはじゃあ、キヨちゃん、忍とおそろでセーラー服を着ていただきましょうかね。はい。でもって、でもって、何をつけようかな、キヨちゃんには。でもやっぱこのアレキサンドライトいいですよね。これにしときましょうかね。おい。じゃあ行きましょうかね。レッツゴー。結構宝箱もありますね。ちぎれた世界というだけあって。なんか、うおー、どっと車じゃん。ごめん、ごめんなさい、本当に。あー、結構食らってますね。申し訳ござらんでございます。ケイちゃんにちょっと回復していただきましょう。私、誰にさ、光のタリスマンつけてんだろう。誰につけたっけ？記憶力3秒なんで。誰につけたか覚えてないよ。ソラキュンかな？ソラキュンにつけた気がする。はい。なので、まあでもいっか、ソラキュンにつけ取ってもらいましょう。お似合いでしょうしね。はーい。うわー、なんかドラゴンっぽいの来た。ワイバーンとな。こういうやつには絶対雷が効くと思うんですよね。羽がついてるやつに雷効かねえやつはいねえとな。はい。そんでもって、サブちゃんは、ここなんかみんな闇属性って感じがするんで、闇はあんまり使わないようにしときましょうかね。サブちゃんも強くなったじゃないですか。なんか工事か何かかな。すっごい地鳴りがしてんだけど。聞こえてる？大丈夫かな。はい。え、何した？ちょっと、外見てたら、なんか、食らってるよ。しんちゃん、あ、ゾンビかなのかな。大丈夫。このターンで倒してみせるのでね。はーい。OK。え、地鳴りが本当にやばいんだけど、マイクに入ってないかな？大丈夫かな？え、マジでうるさいんだけど。カット。なんか、上の階が工事してるのか、地鳴りが、やばいんですけど。あ、また鳴り出した。止まったと思ったら鳴り出したり。まあでも、このパートだけはちょっとこの地鳴りがうるさいですが、ちょっとこのまま進めさせていただきたいと思います。すみません。なんだこれ。気になるけど、特に何もないか。はーい。うん、ちょっと、ごめんなさい、本当に。ちゃんと。まあ、的、ボーテックス。強そう、強そう。でも、剣を持てるような子って？サブちゃんは持てるのかな？あ、持てますね。いいですね。ちょうどよかったでございますね。はい。しかも、トラインとナイフより強いでございますね。よし、これつけていただきまして。リサーフェストまだ着てるんですね。ちょっと、違うの着せてあげよう。どうしようかなー。104、102、104。ビキニハーマー？ビキニハーマー？待って、他のやつは？素早さ255、310。己の素早さをさ、極めてほしいサブちゃんにはちょっとこれ着ていただこうかな。はい。そんでもって、あ、待って、スパイクシールドよりさ強いの持ってなかったっけ。持ってなかったわ。で、慎太郎様は、うん、これより強いのないっけ。あ、いいですね。花の花の妖精にしんちゃんもなっていただきましょう。ペアリーサークル、ミステリアとつけていただきまして、そんでもって頭、そっか、これなんか前回なんだっけ、こうちゃん、サカセのこうちゃんを倒した時に手に入れたんでしたっけ。はい。なのでこれをつけていただきましょう。あ、 MP 自動回復ついてる。え、すごい、防具に MP 自動回復ついてんだけど、天才的に強いじゃないですか。そんでもって、しんちゃん、しんちゃん、ごめんね、そんな素敵な賢者らしいマントをつけていたんですが、ビキニハマーにちょっと変えさせていただきたいと思います。あ、でも魔法力、あ、ごめんなさい、マイクぶったたいちゃった。ちょっと減っちゃうけど、ごめんね、しんちゃん。はい。そんでもって MP 回復は、装備品についてるので違うやつをつけとってあげましょうかね。素早さが結構遅めなので、どうしようかな。
エナジーチャームつけるか、違う、エナジーチャームじゃない、アレキサンドライトつけるか。結構だってさ、防御力とかも、あ、でもちょっとしか上がんないか。うん、じゃあ、あれですね、己の速さをちょっとサブちゃんとおさらいの、あ、でも魔法力ちょっと下がっちゃうな、まあいっか。うん、ウィングストーンブーツをサブちゃんとお揃いの靴を履いていただきたいと思います。はい、やっぱね、どこかちょっとお揃いをね、あのカップルにはね、つけていただきたいですよね。あ、またもう本当にバカ野郎ってな、ごめんしんちゃん、本当に痛い思いさせてさっきから本当にごめんなさいでございます。やばい、ともくんのさ MP 消費量がめっちゃ激しいんだけど、光のタリスマンやっぱりちょっともらっときたいな、売れてきたいなうん、アジタートってやっぱり強いですねはい、ね、外側からちょっとぐるーっと回っていこうかな、宝箱の取り逃しがないようにと。はい、で階段がありまして、これなんか落ちたらまたさらに違う世界にちょっと連れて行かれそうな感じ。ミノタウロスかな、正解でございます。図体でかいだけでね、ともくんの、あ、風が効くんでございますね。ともくんのアジタート一発耐えれるかな、まあ耐えれるんだろうな。はーい、あー耐えれますね。とんでも、あ、サブちゃんやっぱめちゃくちゃ速い、もうやっぱなんとかブーツつけてるサブちゃんは神級に速いですね。すごく心強いでございます。そんでもってなんか向こうめっちゃまがまがしいですね。はい、クリスタルっぽいのがありまして、うわー、この毒沼の先絶対何かありそうだけど、ちょっと先にこっちに行きましょうと。いや、己の速さを極めたサブちゃん強すぎるんだけど、マジでやべっすよ。ドラゴンスケール、ドラゴンスケール、これは誰の装備でございましょうかね。タケちゃんとか着れるかな。あ、でもせんシノブとのさ、シノブとのちょっとお揃は変えたくないので、変えたくないので、忍者服、あー、つけられませんね。トモくんも多分つけられないよね。バースピードこれ本当に序盤からずっとつけてますよね。あ、つけられるんだ。あ、でも攻撃力ダメ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 やん、ダメダメっていうことで、これはちょっと未だにつけさせていただきたいと思います最初から最後までパワースピード、はい、ブリガダイン、まあ結構なんか強そうな防具は手に入るんですけど、手に入るんですけど、もうみんなねいい装備着てるし、それぞれカップルのねお揃い装備してるので、ちょっとあまり変えたくないな。はい、しんちゃんレベルアップ、サブちゃんもうね、サブちゃんやばい、なんかね素早さを極めたサブちゃんはね強いです、めっちゃ昔と比べ物にならないくらい強くなって嫌がります、本当に最初の頃なんだっけ、もう本当に仲間になりたての時さ、トモ先輩ついてきますって言ってさ、ここさトモくんとさサブちゃんが一緒にビーンって登っていったと思うんですけど、見ましたか今、サブちゃんがトモくんを抜いて上に上がってき上がりましたよ。めちゃくちゃって早いんですわ、とにかく。はい、オッケーでございます。やはりあれですね、トモくんいると死ぬ要素がありません。なんだ、ちっちゃい宝箱があるんだけど、なんかちょっと危険な匂いプンプン丸なんですけど、大丈夫かな。ちょっと開けましょうかね、とりあえず。あ、なんだ、船呼びの鈴って書いてましたね。なんだなんだ、これでなんか船で、あ、あー、お船の旅ができるんですね。もうこういうの手に入れたらさ、いろんなところ漕ぎまくりたくなっちゃうんですよね、私。宝箱とかね。あ、でもここはそこまで広くなさげでございますね。はーい。はい、OK でございます。じゅんちゃんもレベル上がった、いつきさんもレベル上がった、けいちゃんも。はい。ここにさ、見えてるこういうのがさ、もしかしたら宝箱とかあるかもしれないから、見ておいた方がいいのかな。とんでもってこっち側になんかテトリスのなんかテトリスみたいな形がありますので、取りまして、ソロモンの指輪、ソロモンの指輪ってさ、
MP 消費半減とかでしたっけ。だとしたら、だとしたらトモキュンにつけるしかないですね。 MP、 あ、でも、あ、そっか、今アレキサンドライトつけてるからめっちゃ上がってるんですよね。 MP 消費半減、これはちょっとトモキュンにつけておきましょうかね。よし、ちょっとね、めっちゃ MP の消費が激しいんでございますよね。はい、なんだっけ、光のタリスマを外してからちょっとこっち側なんか奥行きあるぞ。なんかないかな、何もなかったえ、ね、ね、ね、え、こっから降りられるとかあるのかな。あ、あ、いけない、そもそも近づきさえできなかったわ。はい、そしてめっちゃお腹が鳴り散らかしてる。お腹空きました。喋るとお腹が空くんだよね。はい、でもって上に行けばいいのかな。はい、あ、なんか家みたいなのあるんだけど、休憩場所とかあるのかな。あ、でも入れない。え、なんか滅ぼされた町的な、そんな感じなのかな。こっちなんか行き止まりっぽい、行き止まりっぽいのかな。ちょっと見てみましょう。あいよー待って、トモくんとサブちゃんのね TP 溜まるスピードがね異常に速いんですよね。さっきからねモブ的にもねめっちゃね必殺技放っていってるんですよでもすーぐ溜まる。キヨちゃんレベルアップと、やば、え、ちょっと待って、トモサブ強いんだけどえ、ちょっとこのおバカちゃんコンビめっちゃ強いんだけどおバカちゃんコンビって言っていいのかな。はーい、あ、オッケー。あ、あ、なんかトモくんのヌンチョコが手に入りましたよ。え、どうする、突撃ラッパとどっちが強い。これか。はるか昔に作られた伝説のヌンチャクと、魔法力がちょっと下がるんですね。どうしようかな、どうしようかな、どっちつけとく、めっちゃ今悩んでるんだけど、あのさ、なんだっけ、バイブラッシュってさ物理それとも魔法、それによってちょっと変わりますね。あ、物理攻撃か、なるほど。じゃあ突撃ラッパを一旦お休みしてもらっとく、お休みしてもらっとく素早さ上がるんでね、ちょっと一旦こっちつけときましょうかね。ちなみにさ、突撃ラッパをさ外したらさ音術ってどうなる。あ、でもアジタートとアダージットありますね。レベルで、トモくんのレベルではもう覚えてるっていうことなんでしょうね。はい、もうちょっとだけ進みましょうかね。おいよやべえ、バカ強え、トモキュンがバカ強い。はい、ゲンジレベルアップ。いや本当にさ、なんかなんか寂れた街っていうかさ、荒廃した街っていうかさ、なんだろう、すごい不思議な空間に迷い込んできたんですが、どういうことなんでしょう。しんちゃん、あー、トモキュンがどんどんレベル44、めちゃくちゃ強いでございますね。そんでもってヒールの天使に回復していただきましょう、ケイちゃまと。よし、一個さ試したいことあるけど、まあいいや今はやめとこ。とりあえずじゃあこのなんか不思議な町にやってきたところで今回は終わっときますかな、終わっときますかな。まだちょっとなんか先に続いてそうなので、あ、でもなんか向こう気になるな。はい、オッケー、もうちょっとだけ進もうかな。羽根つき帽子気になるけど、ちょっと装備はこのまま進めようかなはい、頑固親父豆でございますよ。ちょっとやっぱもうちょっと広そうだから終わっとこうか。ちょっと今すごい悩みどころはい、マナアップありがとうございます。敵がアップ系落とすからガンガン使って良さげですね。あ、キムラッチっぽいなんか装備でございますね。その前にちょっとアップ系をババババッとちょっと使っときましょう。ライフアップを、あ、ちょっとしんちゃんにめっちゃ振っとこう。こんぐらい振っとって、サブちゃんは、あ、でも2000ありますね。じゃあこんなもんですね。パワーアップはちょっとね、サブちゃん結構早くてね使えるので、ちょっと突っ込んどってあげましょう。でトモくんに突っ込みまして、あと結構あるのはスピードか。スピードはもう月2位の月2位に突っ込むって決めてるので、
魔法防御はとりあえずみんなに1個ずつ上げときましょうかね。よし、レッツゴー。なんか下の方がね、こっち側なんかちょっとマガマガしかったんですよね。新太郎、もう許さねえ、新太郎様をお亡くなりにさせるなんて本当に。はい、でもって回復しやがりますよ、ヒールの天使に。よいしょ。ねえ、空中に浮いてやがるぜ、家が。どういう原理だ。はい、銅像がありまして、ちょっとここら辺気になるなと思って。お墓じゃん、怖いよっていうところで、じゃあ今回ここで終わっときましょうかね。はい、ということでご視聴ありがとうございました。みんなといつ合流できますかね。そしてともくん、怖いんじゃない、大丈夫かしら。きよちゃんもお化け屋敷とか大丈夫は。はい、ということで、じゃあ次回もまたよろしくお願いいたします。バイチー、あー。